はいどうもこんにちは、キョモちゃん大好き、竹美容師です。見てきたんですけど、今日もなんと参戦させてもらいます。では今から合流しようと思います。はい、新橋演舞場見えてきましたね。ちょっと待ってくださいね、キョムちゃんのアクスタを連れてきたんで、こちらポケットマスケがキョムちゃんのアクスタです。キョムちゃんの舞台、同じ舞台を2回見るのはインジーズ以来ですね。で、2回見ると違った見え方とかしてくるので、そういった感想と言えたらと思っております。それではお友達やお客さんと合流しようと思います。はい、お疲れ様でした。今日はありがとうございました。連れてきてもらって、今ね、終わってご飯を食べに来たんですけど、忘れないうちにちょっとレポを話そうと思うんですけど、まあ、1回目と2回目、なんか1回目見てこういろんな人の話を聞いて、2回目を見るとなんかいろんな角度から見れて、2回目もすごく面白かったです。シェルブールの雨傘の YouTube も1個上げてるから判決に行きますね。キョモちゃんはかっこいい、キョモちゃんはかわいい、キョモちゃん、ちょっと長いな、このペースで歌ってると。ダンスがうまい、少しだけステオだ、腰振りあったね、キョモちゃん。それではさようなら。